エンゴロカンテは、フランスパリ出身のサッカー選手。プレミアリーグ、チェルシー FC 所属。フランス代表。ポジションはミッドフィルダー。10歳の時に教師に勧められサッカーを始め、2001年に入団したシュレンヌのユースで9年間を過ごした。2010年にブローニュのユースへ移籍。2012年5月18日に行われたリーグでの AS モナコ戦で、 トップチームデビューを果たしたが、クラブはシーズンを19位で終えたため、フランス全国選手権への降格を余儀なくされた。2012から13シーズンには、主力選手として37試合3得点を記録し、評価を高めた。2013年にリーグルに所属していたカーン英移籍。2013から14シーズンには38試合に、出場しに得点を挙げ、 カーンのリーグアン昇格に貢献した。2015年8月3日にレスターシティへ移籍が決定し4年契約を結んだ。移籍金額は公表されていないが800万ユーロと報じられた。2015年11月7日にキングパワースタジアムで行われ2から1で勝利したワトフォード戦でプレミアリーグ初ゴールを記録した。カンテは 多くのタックル数やインターセプト数を記録し、レスターシティにおける安定した活躍は多くの解説者から称賛され、2015から16シーズンのレスターのプレミアリーグ初優勝の要因の一つであると考えられた。また活躍が認められ、プレミアリーグの年間ベスト11に選ばれた。チェルシー FC でのカンテ2016年7月16日、 チェルシーに5年契約で完全移籍することが発表された。移籍金は約3200万ポンドとされている。フルスレスターとの初の試合では、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれる活躍を見せ、10月23日のマンチェスター優先にて、チェルシーでの初ゴールを決めた。2017年4月には2年連続のプレミアリーグの年間ベスト11に選出され、 ピーフの年間最優秀選手賞、FWA 年間最優秀選手賞をダブル受賞するほどの活躍を見せ、チェルシーの2年ぶりとなるリーグ優勝に貢献した。なお、カンテにとっては、遺跡を挟んで別チームでの2年、連続プレミアリーグ優勝となった。18から19シーズンは、新監督、マウリツィオンリの戦術により、アンカーのポジションには、 パスの裁きが特徴である新加入のジョルジーニョが据えられたため、カンテはマテオ・コバチッチやロスバークリーと組んで一列前のポジションで起用されることとなった。プレミアリーグ開幕戦となったハダースフィールド戦では、チェルシーのシーズン初の得点となる先制ゴールを決め、開幕戦の勝利を助けた。慣れない新ポジションでのプレーとなったが、リーグ戦通算十六試合に出場し、 4得点を記録した。また UEFA ヨーロッパリーグ優勝に貢献し、ヨーロッパリーグ優秀選手賞にも選ばれた。2019から20シーズン、9月22日、リバプール戦で決めたゴールが、月間最優秀ゴールにノミネートされた。11月23日のマンチェスターシティ戦で、チェルシーでの150試合出場を達成、ゴールも決めたが、試合には敗れた。 2020から21シーズン、私生活面をめぐって監督フランク・ラン・パードとの関係悪化が報じられ、ベンチ要員に降格。これによりチェルシー加入時の監督だったアントニオ・コンテ率いるインテル・ナツオナーレ・ミラノへの移籍が報じられ、さらに同胞のジネディーヌ・ジダン率いるレアル・マドリードへの移籍の可能性も報じられた。しかし、徐々に出場機会を取り戻し、 途中就任したトーマス・トゥヘルの下で再び不可欠な存在となる。UEFA チャンピオンズリーグ決勝のマンチェスターシティ FC 戦では攻守にわたり MVP 級の活躍で優勝に貢献した。アンダー世代ではフランス代表、マリー代表ともに招集された経験はなかったが、レスターでの活躍が認められ、リディエデシャン監督によって2016年3月に フランス代表に初招集。2016年3月25日に行われたオランダ戦で代表デビューを果たし、4日後の3月29日に行われたロシア戦で代表初得点を記録した。UEFA ユーロ2016に出場、決勝ではベンチとなり、出場機会はなかった。2018FIFA ワールドカップロシア大会にも出場、全試合に出場し、 決勝のクロアチア戦では、前半途中にイエローカードを受け、さらに体調を不良や、ルカモドリッチとのマッチアップに苦慮した影響で後半、途中交代となったが、フランスのワールドカップ優勝に大きく貢献した。国際 A マッチ45試合2点。ありがとうございます。